X チャンネルクロストーク始めたいと思います。今回、ゲストとしてお越しいただきましたのはレンズメーカー小品さんからお二人お呼びしております、佐藤さんと桑原さんです。はじめまして、株式会社小品の、佐藤と申します。私は、商品の関係の、広報を、やっております。本日はよろしくお願いします。今回のノクトン 35mm 1.2 の、電気設計を担当しました桑原と申します。よろしくお願いします。富士フイルムのカメラを愛用する写真家やさまざまなゲストが繰り広げるカメラ談義クロストーク、今回はメーカーの垣根を越えてレンズメーカー小品と富士フイルムによるスペシャル対談。小品製作の X マウント用フォクトレンダーノクトン 35mmF1.2 について語り尽くします。重量 196g ながら絞り解放 F1.2 を実現したマニュアルフォーカスレンズ、さらに電子接点を備えており X プロ3をはじめとした対応ボディではファインダーへの連動表示も可能に。単なるマウントアダプターを使用するのとは全く異なる仕上がりになっているようです。桑原さん担当されたとおっしゃってるその電気通信周りの、そういったシステムを含めた、単にサードパーティーさんが自社の技術でマウントだけ揃えて作ったのとは一味もう二味も違うやつになるということだったので非常にそれから楽しみにしておりました。まずそのなんで X マウントレンズをやろうかと思ったかっていう経緯をなんかちょっと簡単にじゃあお話しいただけますか。はい、そうですね、はい。やはり一番最初は X シリーズで、X プロ1出た時、もう富士山純正で X、マウントと M マウントの変換アダプター、電気接点付きのものを発売されていると、そういった状況もあってプロ2、プロ3と、他の T シリーズ、S シリーズ出てきている中で、よくうちのレンズを、M マウントレンズを装着してお使いになっているユーザーさんもいたりとか、ユーザーさんからも小品でなんか X マウントやらないのというお声もいただいて、来てたというところが、今までになります。でそこで、プロ3が、発売された時に、ちょっと普通私こんなこと言っていいのか分かんないんですけど、普通ここまでこう趣味に寄った商品って、出せないようなとよく言われますね、それはね、いい意味でですね、変態カメラって言われてると思うんですけども、そのイメージがですね、やはりフォクトレンダーのそのレンズと何かちょっと被るところっていうんですかね、やはり我々も特殊なレンズを作る、その趣味性の高いレンズを作るということを目標にしてますので、そういった中で、X シリーズとうちのレンズが何かこううまくコラボレーションっていうんですかね、できたら面白いんじゃないかというところで、1年ほど前にオファーさせていただいたというところが経緯となります、ね。なるほど、はい、ありがとうございます。そうですね、やっぱり M マウントレンズをプロシリーズにつけて使うっていうのは、一つのトレンドでありましたね。で僕も今日も私物持ってきましたけど、昔からこう小品さんの愛用者で、これはベッサー、R4M ですね。機械式のレンジファインダーカメラ、そうですね、質感も良くて、気に入ってよく使ってて、でレンズがね、小品さんのレンズ何本も持ってたんで、実際プロシリーズにつけて撮ったんですよね。ただどうしてもマウントアダプター経由だとやっぱり OVF で撮れない。そうですね、でプロ2以降は我々エレクトリックレンジファインダーって呼んでる EVF をちっちゃくOVF の脇に出して、あそこでピントが取れるようにはしたので、プロ2以降だと OVF にしながらピント合わせてっていうのはできるようになったんですけど、残念ながらパララックスが連動しなかったんですよね、だからその辺はもう勘で、距離感勘でだいたいフレーミングこんな感じだなっていうので、撮ってたんですけどね、後で細かくお話しますけど、今回ねそこもプロ3限定にはちょっとなっちゃうんですけど、対応できてるっていうことで、正直すごいなと思うんですけど、じゃあやっぱりあれですか、 X シリーズっていうのは、さっき変態カメラって言われましたけど、やっぱりちょっと他社さんとかのブランドとは小品さんにとってもイメージが違うっていう、そういう感じなんですかね。やっぱ色が綺麗という話が一番強いと、で
まあ、当然のことはフィルムシミュレーションの話があったりとか、うん、撮ってすぐその場でその完成まで持っていけるっていうんですかね、うん、なんかちょっと他のメーカーさんと少し考え方が違ってるのかなというところが感じられます、うん、一般的にまあ本当に写真にこだわるとローから現像してっていうプロセスになっていくんですけど、そうですね、X システムの場合はもう本当に撮ったものがそのまま作品につながりますよ、うんうん、どちらかというとフィルムに近いイメージかなっていうふうに思ってて、うん、フィルムに近い考え方をお持ちなのかなっていうのが、うんうん、我々としては感じているところでありますね、まあ、本当に、まあ、ここにねこうちょうど両者の、まあ、レンジファインダー、まあ、こっちは正確にはレンジファインダーじゃないのでレンジファインダースタイルカメラですけど、まあ、本当にねこれを使ってた私が、まあ、こっちに、行っても、うん、なんだろうな撮ってる楽しさとかが本当にあまり変わらないというか、うん、フィルムは本当楽しいじゃないですか、一、うん、枚一枚こうね、うこう巻き上げて、うん、でこう、ね、シャッタースピードもこうやってダイヤルで決めてこうやって撮るっていうね、すごい楽しかった、まあ、それがやっぱ同じことをやりたいっていうのがすごくあったんですよね、うん、ですごく同じことをやりたかったんだけど、本当に唯一できてなかったのがこう、まあ、これだったらねこうフィンガーレストに指を置いてこう二重像をこうやって回しながら、うん、あ今あったねっていうところでこう、うん、切るっていう、そうですね、はい、そういうなんていうのかな、そのこうパララックスがこう動いてってっていう、うん、慣れ親しんだそのお作法、はい、これがどうしてもデジタルカメラですから、うん、まあ、オートフォーカス、はい、もちろんそれをマニュアルに切り替えて同じようなことはできるっちゃできるんですけど、やっぱりこのピントのフィーリングがね、あ、なるほど、うん、少し違うなと思ってるところに、まあ、このレンズが出たっていうことで、なんて言うんだろうな、喜ぶ X ファンっていうか、うん、プロ3ユーザーなんか特にね、そうですね、必携のレンズじゃないかなと思うんですよね。そう思っていただけるとね、うん、我々もありがたいなというふうに思ってますけど、設計した甲斐があると思います。そうですよね。そのまあ今筆携って言いましたけど、ある意味純正レンズで X ユーザー筆携ってよく 35mmF1.4 って言われてるんですよ、はい、でこれ設計の方からすると 35mmF1.2 じゃないですか、はい、35、まあ言ってみればそこはあガチンコ勝負挑んできたなっていうところもあるんですけど、これ35の 1.2 にしようと思ったきっかけとか、なんか桑原さんあるんですか？きっかけですか。そうですね、うん、まずノクトン 35.1.4 の、うん、M マウントの方が今よく、富士のユーザーさんの方で使われていて、うん、はいはい、そこの変化球を加えるといいますか、そのちょっと明るめのレンズを出して、うん、なんていうんですかね、うちの純正の、うん、純正というか標準の 35mm としてノクトンを出せればなと思って決めました、うんうんうん、結構僕もノクトンクラシックの M マウントの 40mm、まあ、VM マウントか、はい、VM マウントの 40-14 が大好きで結構使ってたんですけど、なんかちょっと似てるかなって気がするんですけどね、映り方、ボケの大きさとか、ね、開放のなんていうのかな、いい意味での緩さっていうかがあって、バックが大きくボケる、はい、その辺はやっぱりそのノクトンシリーズの系譜っていうことでそういう写りなんですかね。はい、そうですね、まあ、ちょっと私畑違いではあるんですけど、うん、光学設計の方もその DM の 35.1.4 から、うん、まあ、兄弟機種のような感じで設計いたしまして、うん、でまあ、写りの方も後ボケの方がすごく綺麗に今回写ってると思います、うんうんうん、フィルム用のレンズを、まあ、マウントアダプターでそのまま使うとやっぱり開放だとその色収差とかは結構やっぱどうしようもないっていうか、はい、うん、出ちゃうところあると思うんですけど、これはそんなに分かんないですよね。電気接点がついてるじゃないですか、はい、そういうこのいわゆるソフトウェア補正といいますか、はい、そういうのが入ってるっていう、はい、今回、はい、実装させていただきましたですよね、はい、だからさっきまあ私がこうパララックスもこの、ね、リングの回転に合わせて動くんですよって言いましたけど、まあ、それも、この接点だし、はい、今回そういう開放での色収差を低減させるとか、はい、そういった各初収差補正、まあ、これも、はい、電気接点の恩恵、そうですね、今回その画像処理として、うん、まあ、光学、周辺光量補正や歪曲収差も補正をさせていただいて、うん、ているってことですよね、はい、まあ、当然このねプロ3だとこの絞りの情報とかも全部ファインダー内に出ますもんね。そうです、はい、これもマウントアダプターだと絶対にね出ないで、出てこないと、ね、うん、こうやって見ればねリングついてるから今 F2 だなって思うけど、やっぱりファインダー覗きながら絞り変えて絞りの数値が変わってったりっていうのは、はい、多分写真撮ってる人だったら欲しいですもんね。そうですね、うん、便利だと思います。そうですね、はい。